本日はですね、ミグ15 2機対 F18 2機でやっていきたいと思います。私の領域はコンピューターなんでめちゃくちゃ弱いんで、あまり役に立たないと思うんですけど、まあ、でも、1対2のつもりでやっていきたいと思います。一番いい速度帯なのかな、これでグレーになるんだ。こっち先行きます。いけるかな。あー、やられる。仲間がやられそう。よしよしよし、ここでロックオンして、うわ、やられた。やっぱり弱いな。一瞬だな。もう何の役にも立たないじゃん。よし、よいしょ。とりあえずロックオンして、後ろ、やっぱり、あ、後ろじゃない、これやっつけたやつだ。どこだ、どこに逃げてる。いや、全くわからない、どこにいるんだ。後ろに来る、よし、来た。で、ブレイクターンして、何中旋回性能や。本当にミグ15か。よし、速度やられたな。できないな。悔しいね。縦軌道に持っていくつもりなんでしょうけど、ここでなるべく外さないようにして狙いを定めて、うわー厳しい、うわ厳しい、厳しいな。ちょっとエネルギー回復して、もうスナップショットしかできない。いやー外した、当たってない、やばい、弾がない。280発、じっくり狙って、あーずれて、よっしゃ当たった。よし、これはやりましたね。いやー、やっと終わりましたね。ほぼほぼ1対2の戦いでした。領域は全く役に立ちませんでしたね。まあ仕方ないですね。ミグ15相手でしたけど、本当にミグ15かっていうような、軌道を見せてくれましたんで、なかなかいい戦いだったのかなと思います。